カシミールの地図カシミール紛争はカシミールをめぐってアフガニスタン含め4カ国と国境を接しインド中華人民共和国パキスタンの3カ国が領有権を主張している地域紛争であるカシミール地方をめぐってインドはジャンムーカシミール藩王国の藩王が歴史的に統治していた領域全体の領有を主張している一方でパキスタンは 中国の支配地域を除いた全域を自国の領土であると主張している。インドはジャンムー、ラダック及びシアチェン氷河のほとんどを自らの支配下に置いている。また、中国によって統治されている地方は悪災地として知られており、加えて1963年にカラコルム回廊を統治下に置いている。インドは同地をめぐってパキスタンと1947年、 1965年、1971年の3度、中国とは一度戦争している。1990年以来、ジャンムーカ・シミール州は、ラシカレ・トイバなどの分離独立派と、インド軍の衝突が繰り返され、数千人規模の死者を出している。1947年、イギリスは、植民地として統治していたインド帝国の独立を認めたため、 インドとパキスタンという二つの国が誕生した。当時インド国内に565あった反王国のそれぞれの反王はどちらかの国に参加することを決めなければならなかった。ムスリムが人口の大多数を占めるジャンムーカシミール反王国においてはヒンドゥーの反王であるハリシングによって統治されていた。パキスタン軍に支援された。 北西辺境州よりやってきたパターン族が、ハリシングが存命の間は、カシミールをどちらの国に属させるかの決定を、させないようにするために侵攻した。反王国は、この侵攻を防ぐことができず、カシミール地方のインドへの帰属を決定した。その結果、インド軍は同地に進駐した。パキスタンの急速な北カシミール地方への侵攻は、 反王がインドへの参加を決定しようとしているという噂に基づいて実施された。カシミール反王であるハリシングと反王国首相のシャイフ・ワブド・ウラーはインド政府に介入を要請した。しかしながらインド政府はインドとパキスタンはジャンムー・カシミールに対しては介入しないということを指摘していた。とはいえパターン族が公的にもパキスタン政府が カシミール地方の貴族に対しては介入しているということを明らかにしつつ、パキスタンより進行していた。インドにとってすれば違法な介入であり、もしこの介入がなければ、ジャンムー・カシミールは公的にインドに参加するはずであった。反王と反王国首相は自らの影響力を維持するためにも独立を示唆していた。しかし、非常にもシュリーナガル郊外に、 パキスタン経由の侵入者が到達した時には、インド軍の助けを必要とした。パターン族がシュリー・ナガルに到着する前に、反王ハリシングとシャイフ・アブド、ウラ反王国首相は、インド軍の援助と引き換えに、ジャンムーカ・シミールをインドに帰属させる交渉を終了した。インドへの帰属協定は、反王とインド連邦総督、マウント・バッテン教との間に結ばれた。 2014年にインドの首相に就任したナレンドラモディはヒンドゥー至上主義者でカシミール問題でパキスタンに対して強硬路線を取り双方の砲撃や銃撃戦も起きるなど両国で非難の応酬がされ2019年2月にはインドは48年ぶりにパキスタンの越境空爆を行いパキスタイ空軍とインド空軍がカシミール地方で 空中戦を行ってパキスタンはインド空軍機2機、インドはパキスタン空軍機1機を撃墜したとそれぞれ発表して緊張状態になった。同年8月5日、インド政府は国内で唯一イスラム教徒が多数派となっているジャンムーカシミール州の特別自治権について規定していたインド憲法第370条を廃止することを決定し、特別自治権を剥奪する。 大統領令を交付してインターネット通信などを制限した。また、インド政府は議会にジャンムーカ・シミール州再編成法を提出、かねてから特別自治権の撤廃を主張してきたインド人民党の賛成で承認され、8月9日に成立した。これに対して抗議するデモ隊と治安部隊の衝突が起き、住民に対する治安部隊の暴行や拷問もあったと、 報じられており、パキスタンは人権侵害と反発した。ジャンムーカシミール州再編成法の規定により、ジャンムーカシミール州は2019年10月31日付で廃止され、ラダック連邦直轄領とジャンムーカシミール連邦直轄領とに分割された。ありがとうございます。